サッカー J2 清水の DF 高橋裕二30が5日自身のインスタグラムを更新2日に行われた東京 V との J1 昇格プレーオフについて綴った写真高橋裕二の妻で元 AKB48 の高城明インスタから試合は1-0とリードして迎えた後半アディショナルタイム相手 FW を止めようとした高橋のスライディングが PK 判定となり J1 復帰を逃す同点ゴールを許した。高橋はインスタグラムで、1年間応援ありがとうございました。まだ整理がついていない状況です、と投稿。今も最後の最後になぜあのプレーを選択したのか悔やんでも悔やみきれません。まだ切り替えるには時間がかかりますが、少しずつ来年に向けて切り替えていければと思います、と胸の内を綴った。さらに、 誹謗中傷ですが僕に送ってもらう分は大丈夫ですし、理解しております、とした上で、ただ妻の SNS に送るのはだけはやめていただきたいです。よろしくお願いします、とし、妻で元 AKB48 の高城秋のもとにも誹謗中傷の声が届いていることも明かした。この投稿にフォロワーやサポーターからは、奥さんだけじゃなくて高橋選手にもダメ、奥さんにも誹謗中傷ってマジ。 真剣勝負だから起こりうること、99%はあなたの味方です。来年は絶対に J1 昇格しよう、といった声が相次いだ。